ゴヤドームです。ベースボールファンの皆さんこんばんは。中日ドラゴンズ対広島東洋カープ、この一戦を今からお伝えしてまいります。ゲーム解説は田尾康彦さん、黒木智弘さん、このお二方でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そして選手のコメントを届けてくれるリポーターです。はい、我々二人で旬な情報をベンチ裏からスタンドからお伝えいたします。頑張ります。はい、今日もリポートよろしくお願いします。さあ、いよいよプレイボール、その瞬間を待ちます。今日の先発ピッチャー、吉見、カープ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の表、カープの攻撃、先頭のバッター、東出、左の打席に入っています。昨シーズンの成績出ていましたが、3割1分。さあ、今日の1球目、最初は高め、ワンストライク。マウンドの先発ピッチャー吉見、次の第2球、あっと、これはよく見ました、ワンエンドワン。東出、11回目のシーズンを迎えています。さあ、3球目、これはスライダーで決めました。さあ、ここは追い込まれていますが、さあ4球目、引っ掛けます、打球は三遊間へ、抑えた、一塁へ、アウト、一塁はアウト、ショートゴロに終わりました。そしてバッターは2番高松、右のバッターボックスに入りました。ワンアウトになっています。初球はどうでしょうか。センターに持っていきました。しかしこれは間に合います。センターフライに終わりました。そしてバッター名前、左ボックスに入りました。ツーアウトになっています。低めのボール打って、打球はライト線へ、あっと、ライト線ワンバウンドヒットです。打ったバッターは二塁へ向かいます。中継に入る、ツーベースヒット、ライトへのヒットが出ました。そして次のバッターとなります栗原、ランナー返せるんでしょうか。先制のチャンスです。昨年の数字が出ていましたが、3割3分2厘のアベル、そして打ったホームランの数が23となっています。初球振りません、ワンストライクノーボール。さあ、カープ、今日のヒーローは果たして誰でしょうか。変化しました、左へ、取りました。これで3アウトチェンジ。1回の表が終了しています。カープ無得点で攻撃を終了しました。代わって守りますカープの先発ピッチャー、ルイス、ドラゴンズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏、ドラゴンズの攻撃、先頭のバッター荒木、右打席です。まあ、バッターちょっとね、調子良くないみたいですけどね。はい、この打席のバッティングはどうでしょうか。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割4分3厘のアベレージ、そしてホームランの数が4となっています。初球わずかに外れてボール、際どく外れた。荒木、14年目のシーズンとなりました。打って、今のはですね、カットボールに対応できませんでしたね。これでワンアウト、ショートフライに終わりました。そして次の2番井端、右のバッターボックスに入っています。昨シーズンの成績出ていましたが、2割7分7厘のアベル、そして放った本塁打の数が5となっています。最初は見ていきます、ワンナッシングです。この回はワンアウトになっています。変化球を打っていった、取って一塁に送ります。一塁、これはアウトです。セカンドゴロに終わっています。次のバッターはどうでしょうか。森、左のボックスに入っています。バッター2人を打ち取っています。初球振りません、ノーワン。今日の立ち上がりはまずバッター2人打ち取っています。次の2投目、緩いボールを持ってきました。ボールカウントノーツー。森野、今年で13回目のシーズンとなりました。
ットが出ました。センターへの打球はヒットになりました。ここで打順は4番を迎えます。ブラウン、バッターボックスに入ります。この回2アウトまでは簡単に来ました。しかしその後ヒットを打たれました。初球は低めから来ました。大きいのを狙ってますよ。はい、豪快に振ってきました。初回からヒットを許しています。これも痛烈な当たり、大きいぞ、これは大きいぞ。押し必要ありませんでした。先制のツーランホームラン。これは強烈な当たり。高めのボールを捉えた打球はものすごいスピードでレフトスタンドに飛び込みました。1回の裏、先制のホームランが出ました。今ホームイン、2対0。あ、今のホームランどうご覧になりましたか。まあ、どんな場面でもね、ピッチャーからしたらホームランは嫌ですよ。2点先制します。いきなりリードを奪いました。そしてバッターは5番和田、岐阜県出身。初回からいきなりホームランを打たれています。どこから行った、内へ、最初は高めに来ました。ワンストライク。得点差は2点、ドラゴンズがリードしています。これは高めのボール球、振ってしまいました。ヘッドがですね、体に巻きつく感じで打ちたいですよね。ああ、ですね。さあ、ここはどうリードするんでしょうか。インコース外れてボール、ボールにしてきました。山口さん、はい、ドラゴンズ側です。どうぞ。ホームランのコメントが入りました。打ったのはストレート、コーチに思い切って打ってこいって言われてました、ということでした。放送席山口さんどうぞ。一塁側ベンチでした。この球は見ます。平行カウント2エンド2。次が5球目。低め打って打球はピッチャーの横、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。1回の表裏終了、ドラゴン2対0、先制点が入りました。2回の表、カープの攻撃、5番からの打順になります。島、左のバッターボックスに入りました。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、3割飛んで9厘のアベレージ、そして本塁打の数も7となっています。最初は見ていきます。ボールカウント1ストライク。吉見、このイニングはリードを2点にしてのピッチングになります。ここは落とします。クロスライダーで追い込みました。外への変化球外れました。ここは1球外します。さあ4投目、高めのボール球、手を出した。これはどうでしょうか。取って、これでワンアウト、ライトフライに倒れました。そしてバッターは6番、チーム今日の第1打席に入りました。まずはワンアウトにしています。さあ最初の1球、まずはコーナーをついてきます。カウント1ストライク、ノーボールです。今日最初のバッターボックスです。アウトコース、いいところへ決めてきます。今度は落としてきました。カウント2エンド1。次が4球目、スイングアウト、最後は空振りに仕留めました。そしてバッター石原、右の打席に入りました。早くも2アウトにしています。最初はインコースから来ました。ワンストライクです。2アウトになっています。さあどうでしょう。コーナー、これは入っています。カウント2ストライク、ノーボールです。ボールになります。2エンド1になりました。
次の4球目。打った打球はファーストへ。ファーストが取ります。一塁へ。一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。さあドラゴン、この後6番から始まります。2回の裏、ドラゴンズの攻撃、6番からの打順になります。野本、左打席に入っています。今日の1打席目になります。最初のボールは外めのボールから来ました。ボールカウントノーワン。背番号30、野本、ルーキーながら1軍の仲間入りをしています。今度はストレート、平行カウント1エンド1。得点差は2点、ドラゴンズがリードしています。高め外れてワンツー。ノーアウトランナーありません。バッティングカウントになった。次はストレートできました。これは伸びてきます。まっすぐ打ちました。三遊間はどうだ。取りました。一塁送球、これはナイスプレーです。素晴らしい。好プレー大賞候補と言っていいでしょう。いい打球でしたけどね。いい守備しましたね。はい、これはリプレイで見てみたいですね。スタンドの歓声が湧き上がります。見事なファインプレー。いやー、しかしファンにとっても値打ちのあるプレーでしたね。はい、きっとスタンドまで足を運んだ価値を感じているでしょう。打順は次に変わります。藤井、最初のバッターボックスです。ワンアウトになっています。最初の1球、まずは初球見送りました。ワンストライクノーボール。藤井、プロ入り4年目となりました。ストレート、高いバウンドになりました。取った、一塁へ送ります。アウト、アウトです。セカンドゴロに倒れました。そしてバッターは8番谷繁、右打席に入っています。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。最初のボールはまず低めから入りました。ボールカウント1ストライク。この回まずバッター2人を打ち取りました。インコース低めのストライク、2ストライクです。さあ勝負か、どうする。今度は外、2ストライク1ボール。外へ、これは釣り玉、引っかかりません。さあ何を見せるか。バット空振り三振、スリーアウトチェンジ。最後はバットに当てさせませんでした。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。2回の表裏終了、ドラゴンズ三者凡退に終わっています。3回の表カープの攻撃、そしてこの回の先頭そよぎ、3回の表ノーアウトです。今日の1打席目になります。低めから攻めていきます。1球外しました。ドラゴンズファンでいっぱいの名古屋ドームから実況生中継で熱戦の模様をお送りしています。次のボールは打って、打球はセカンドへ。一塁に送ります。一塁、これはアウトになります。セカンドゴロに終わりました。そしてバッタールイス、3回表ワンアウトです。このゲームの最初の打席になります。最初はストレートから持ってきました。ワンナッシングです。ここもまずワンアウトにしています。次の第5球、低めの球ストライク。ボールカウント2ストライク。さあ3球目はどう攻める。膝元への変化球、バッテリー1球外してきました。
右方向へ。打つだけになりましたね。ファーストフライに終わりました。この回打順が一巡してきました。東で左のバッターボックスに入っています。どこから攻めるか。初球見送っていきます。ワンストライク。先頭バッターは内野ゴロ。その後はファウルフライに終わらせました。カットボールが決まります。ツーストライクです。次の配球は外のボール。2エンド1になりました。あっとスローアウト三振。スリーアウトチェン。さあドラゴン、この後の攻撃はピッチャーから始まります。3回の裏、ドラゴンズの攻撃。この回はピッチャーからの打順となります。吉見、右のバッターボックスです。2対0、ドラゴンズがリードしています。打っていった。これはピッチャーの横。取りました。一塁へ。一塁はアウトです。ピッチャーゴロに終わりました。ここで打順が一巡します。荒木、今日2回目のバッターボックス。これも初球狙った。竹はピッチャーの横、抑えた。一塁送球、ファースト取って、これはアウトです。セカンドゴロに倒れました。そしてバッターは2番、井端。どこから狙うか。初球コーナーをついてきました。枠をいっぱいに使ってきます。この前の打席セカンドゴロに倒れています。この外のボールは1球2球と外へ行きました。ツーナスインからの第3球。あっとこれはいい当たりだ。破った。綺麗に破りました。ツーアウトからヒットが出ます。さあタオさん、今のバッティングはどうでしたか。今のカットボールですけど、しっかり打ちましたよ。ああですね。そしてヒットになった場面でした。最初はストライク、ワンストライクです。この回あっという間に2アウトになりました。しかし3人目にヒットを許しています。ランナースタートした。ボールになった。タッチはアウト。ボールに失敗。これで3アウトチェンジ。3回を終了しています。ドラゴンに得点はありませんでした。さあどんなイメージで打席に入ったでしょうか。そうですね、狙うボールも飛ばす方向もイメージできてると思いますよ。行きました。左方向へ。ファールになりました。吉見、今日の3回までのピッチング、許したヒットが1本、与えた得点はありません。ストレート打ってピッチャーの横、取りました。一塁へ。アウト。一塁アウト。ピッチャーゴロに終わっています。打順が変わります。名前吉見、依然2点のリードを守っています。まずは初球見送りました。ボールカウント1ストライク。今日奪った三振の数は2となっています。決めてきます。スライダーで追い込んでいます。コーナーを攻めます。低めが3つ続きました。を狙います。ツーツースライダー三振。チャンスが膨らみません。いや、こういう状況は1本出れば違ってきますよ。チャンスが広がらないですね。まあでも少し対策を考えないといけませんね。ベンチワークも重要になってきます。次のバッターに変わります。栗原、この回まず2アウトを取っています。最初のボールを決めました。ワンストライクです。2回目の打席はどうでしょうか。いい当たり、左へ、レフトに上がっています。あっと空振り。
三振、スリーアウトチェンジ。気の抜けないゲームが続いていきます。そうですね、こういうゲームは我慢比べですね。チームに緩みが出るといけません。4回の裏、ドラゴンズの攻撃。この回クリーンアップから攻撃となります。モリー、点差変わらず2点差、ドラゴンズがリードしています。最初は見ていきます。ワンボールになりました。ノーアウトランナーなし。これはストレート、これが伸びます。ルイス、今日は3回までを投げて打たれたヒットが3本、そして2失点となっています。インコース、低めのストライクは低めのピッチングが続きます。さあ第4球、これは速いボール、2エンド2になっています。高めの球はこの誘いには乗りません。さあ 2-3 になった。さあこれは優待、これは右中間が上がりました。ワンバウンドヒット、落ちました。今日2打席連続のヒット。さあセカンド中継する、ツーベース、ライトへヒットを打ちました。ここは慎重にいかなければなりません。先ほどのホームランの配球です。初回の1打席目、先制となるツーランホームランを放っています。初球から低めを攻めていきます。ワンストライク。いきなりツーベースのランナーを許しています。さあ次のボールは速いボールできました。このストレートで追い込んでいます。よく見ました。このボール球には引っかかりませんでした。さあ4球目、見逃し、そして次のバッターを迎えます。和田、初回の第1打席ピッチャーゴロに終わっています。何から持ってくるか。初球を叩いた、サードです。一塁に送ります。一塁はアウトです。サードゴロに終わっています。ちょっとチームバッティングをねしたかったですけど。そうですね。ルイス、今日は4回途中までを投げて許したヒットが4本、この回1本打たれています。初球ストライク、ボールカウント1ストライク。今日の奪三振の数は2となっています。2球目、変化球打ちました。これは低い当たり、外のボールに思わずバットを出しました。三振、スリーアウトチェンジ、無失点に切り抜けました。今のプレーをもう一度見てみましょうか。さあ今度の攻撃で流れを変えていくことができるでしょうか。まあ少し目先を変えて攻撃していかないといけないでしょうね。何か突破口が欲しい両チームです。5回の表、カープの攻撃。この回は5番から始まります。島出塁してチャンスのきっかけを作りたい場面です。初球振りません、わずかに入りません。奪った三振の数が4となっています。さあ次のボールは外、これはどうか。ワンエンドワンになりました。ノーアウトランナーありません。さあ田尾さんにお聞きしましょう。カープのこの後の展開なんですが、まあ1点でも2点でも取っておきたいですよ。はい、ここはランナーをまず出していきたい場面です。はい、変化球が高めに外れます。2ストライク2ボール。さあ5球目、打っていった、これは低い打球。さあレフトの前、ワンバウンドになりました。ヒットになった、これがこの試合初めてのヒットになります。そして打順が変わります。チーム5回表ノーアウト、これが2回目の打席。これは落ちるボール、抑えた、2塁アウト、1塁転送、これは1塁アウトはダブルプレー、きっちり仕留めました。
ノーアウトランナー一塁の場面、一変にランナーがいなくなりました。ツーアウトになっています。どこに出てくるんでしょうか。初球見送っていきます。これは手を出させません。これが2回目のバッターボックス。膝元へ持ってきました。ツーストライクノーボール。今度はまっすぐできました。バット出ませんでしたね。はい、バッター見ていました。今度もまっすぐできました。カウント2エンド2。アウトコースはこれは外れた。誘ってきましたが乗りません。さあフルカウントになった。さあいい当たりだ。ショートへの当たり取った。一塁へ送ります。一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。5回の表が終了しています。カープ0点で攻撃を終了しました。5回の裏、ドラゴンズの攻撃、7番からの打順になります。藤井、依然として2点差、ドラゴンズがリードしています。初球空振りです。気合が入っています。今日奪った三振の数は3となっています。第2球は同様、ストレートできました。ツーナッシングです。ライトへ上がった。この打球はライトライナーに倒れました。そして次の8番谷繁、5回の裏ワンアウト。第1球はどうか。最初はチェンジアップを持ってきました。ワンストライクです。ルイス、今日は5回途中までを投げて打たれたヒットが4本、そして2失点というピッチング。これはバッター棒立ち。追い込みました。151キロです。際どく攻めるのか。三球三振、結局スイングアウトの三振です。バッター吉見、5回裏ツーアウトです。さあ第1球変化しました。しかしファウルボールです。さあ次はどう攻めるか。この球は外れました。今日2回目のバッターボックス。さあ3球目、外は入っています。速いボールで追い込みました。さあ次の4球目は変化球、ファウルになります。ストレート打ちました。これは高いバウンド、サードが取ります。一塁へ。一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。緊張感を持続しながらのきつい試合が続きます。そうですね、特にピッチャーは援護が欲しいはずですから。監督コーチも胃の痛むような展開です。今日は変化球中心の組み立てになっています。名古屋ドームは6回の表カープの攻撃。この回の先頭バッター豊見、右の打席です。どこから行く。初球は変化球、当たりません。ボールカウントワンストライク。ここまでのカープヒットは2本、まだ得点がありません。ドラゴンズがリードしています。今のはバッターに当たりそうなボールでした。まっすぐできました。ワンエンドワン。吉見、ここまで打たれたヒットの数が2となっています。低めのストライク、このスライダーで追い込みました。これでワンアウト。ファーストフライに倒れました。ピッチャーに回ります。ルイス、バッターボックスに入ります。6回の表ワンアウトになっています。さあどこから来るか。最初は低め、中に入れてきました。ワンストライク。これが2回目のバッターボックス。第2球、低
一塁送球、一塁、これは十分間に合います、アウトです。そしてバッターは1番東出、3回の2打席でスイングアウトの三振に倒れています。初球は手を出しません。この球はボールになります。6回の表ツーアウトになりました。これはスライダー、これも外目に行きました。最初のバッターは内野フライ、その後は内野ゴロに終わらせました。インコース低めのストライク、これは3つ低めに持っていきました。しかしこれはボール、際どいですけどね。はい、しっかりと見ました。センターへのヒットを放ちました。そして次のバッターとなります、赤松、ファーム、ツーアウトからヒットのランナーを出しました。初球スライダーできました。ワンナッシングです。吉見、今日は6回途中までを投げて許したヒットが3本、この回そのうちの1本がありました。低めのボール球打っていった、打球はピッチャーの横、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。さあドラゴン、次の攻撃は打順よく1番から始まります。6回の裏ドラゴンズの攻撃、この回はトップから始まっていきます。荒木、右のバッターボックスに入りました。初球から打って打球は1、2塁間、取りました。1塁送球、1塁、これは余裕があります、アウトです。打順が変わります。井端、最初の1球は何か、最初は変化球持ってきました。ワンストライクです。この回はワンアウトになっています。第2球はどういった、低め打ちました、セカンドへの打球、取った、一塁へ送ります。一塁はアウトになります。セカンドゴロに終わりました。そしてクリーンナップへと続きます。ボリー、4回の2打席で2打席連続のヒットを放っています。初球振りません、ワンボールです。先頭打者は内野ゴロ、その後も内野ゴロに打ち取りました。さあ2球目、緩いボール決まりました。ワンエンドワンです。さあ3回目の打席、次が3球目、ストレートできました、追い込みました、147キロです。さあ第4球、ショート取って一塁に送ります。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。さあカー、次の打順がクリーンナップから始まります。7回の表カープの攻撃、打順はクリーンナップから始まります。甘い、さあ初球です。まずはシュートから入りました。ワンストライクノーボール。今日3回目のバッターボックスです。ボールのようです。これは釣り球、引っかかりません。この試合の奪三振の数が4となっています。さあ3球目はどうか、バッター見送りました。スライダーで追い込んでいます。レフトに持っていきました。さあ前に出ます。ワンバウンド、ワンバウンドした、レフトへヒットを打ちました。なんといってもフルスイングが魅力です。風を切る音がここまで聞こえてきそうですね。思いっきりのスイングが、まっすぐを打って打球はサードへ、取りました。2塁はアウト、1塁転送、1塁もアウト、 5-4-3 のダブルプレー。そして次の5番千葉、左のバッターボックスです。7回の表ツーアウトになっています。まず変化球を見せてきました。カウントノーワン、吉見、今日は7回途中までを投げて許したヒットが4本、失点なしのマウンドです。低めの球ストライク、ボールカウント1エンド1。
ツーアウトになっています。さあ3投目、内への球でツーストライク目を取りました。さあツーストライク追い込みました。まっすぐを持ってきました。ツーストライクツーボール。低め打って取って、これでスリーアウト。7回の表が終了しています。カープ2得点に終わっています。7回の裏、ドラゴンズの攻撃、バッターブランク、チャンスの芽を出してダメ押し点を導いていけるんでしょうか。初球は高めに来ました。ストライク狙ってきたんでしょうか。ルイス、今日の6回までのピッチング、打たれたヒットが4本、失点は2となっています。外、バッターに対してボール2つ続きました。今日の奪三振の数は4となっています。3球目見ましたがストライク、ワンツー。さあ3回目のバッターボックス、バッティングカウントからの4球目、これはまっすぐ、ワンスリー。4回の第2打席、見逃しの三振に終わっています。さあこれは痛烈だ、サードへの当たり、しかしこの打球はサードの守備範囲、一塁、これはアウト、サードゴロに倒れました。次のバッターが入ります。和田、右のバッターボックスです。まずはインコース、152キロです。このゲームの解説は田尾康さん、黒木智弘さん、お二人でお送りしています。高めに決まりました。ツーストライク、さあ次のサイン、あーって打ちました。ちょっと変化球をね打たされてんですよ。ショートフライに倒れました。そして次の6番野本、打席に入ります。最初の1球は何か、初球は際どいところに来ました。あのまっすぐと一緒の打ち方するとですね、詰まっちゃいますよ。あ、そうでしょうね。これが3回目のバッターボックス、2球目です。低めいっぱい決まった、これは反応できませんでした。ツーラスインからの第3球、あっとスイングアウト三振、スリーアウトチェンジ、最後は力のあるストレート、空を切らせました。7回を終了、ドラゴンズ4度目の三者凡退に終わっています。8回の表、カープの攻撃、先頭バッターは6番シーベ、吉見、ここまで許したヒットの数は4となっています。最初から丁寧に攻めてきます。ワンボールになりました。7回までを完璧なピッチングです。入りました、平行カウント、ワンエンドワン。ノーアウトランナーなし。さあ田尾さん、カープの攻め方はどう見ますか。まあ、かん、あーっとこれはいい当たり、抑えた、一塁へ、一塁はアウト、余裕がありました。サードゴロに終わっています。そしてバッターは7番石原、右打席に入っています。ワンアウトになっています。初球は手を出しません。ボールカウントワンストライク。まず先頭バッターを打ち取っています。この球はどうでしょう。ストレート、ボールカウント2ストライク。空振りの3球三振、3球で蹴りをつけました。さあ今のシーンです。次のバッターはどうでしょうか。ソヨギ、ツーアウトになっています。まずはストライク、枠いっぱいに決めてきました。
さあ3回目の打席、2投目は外のボール振らせました。2ストライクです。一気に来るか。高めのボール打ちました。これはショートになります。一塁に送ります。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあドラゴン、次の攻撃は下位打線からとなります。まあよく粘って投げてますよ。味方を信じて守りきることでしょうね。そうですね。ストレート、これはセカンドになります。一塁送球アウト、セカンドゴロに倒れました。打順が変わります。谷繁、右の打席に入りました。まず初球、まずは見送りました。ノンストライクワンボール。点差変わらず2点差、ドラゴンズがリードしています。さあ2球目、ここは大きな変化球を見せました。ワンエンドワンになりました。この回はワンアウトになっています。この高めはボール、ボールカウントワンエンドツー。ルイス、今日は8回途中までを投げて許したヒットが4本、失点2の成績です。チェンジアップでしょうか。ワンエンドスリーになりました。5回の前の打席、今日2打席連続となる三振に終わっています。ストレートが決まって 2-3 147キロです。外のボール打って、今の速いボールにね、力負けしてました。ですね。ここは気迫のピッチングを見せました。次のバッターです。吉見、右の打席です。どこから行く。初球振りません。ワンナッシングです。ツーアウトランナーはありません。さあ2球目は行きました。ありました。スリーアウトチェンジ。さあカープ、この後ピッチャーからの打順となります。ランナーを出したいこの場面、カープピッチャーに変えて代打となります。まあ、この回勝負と見てんですかね。石井拓郎、この場面はどうしても出塁しなければなりません。もう9回に入っています。第1球、いい当たり、初球からいった。打球は右中間に上がった。追っていく追っていく、ワンバウンドヒット、落ちました。バッターランナーは一塁を蹴って二塁へ。ボールが返ってくる、ツーベースヒット、右中間へのツーベースになりました。そして次のバッターを迎えます。東出、ランナーを返していけるでしょうか。この前の打席ではセンターへのヒットを放っています。初球見送っていきます。ワンストライクノーボール。今日の成績をご紹介しましょう。3打数の1安打。インコース打った、これは低い当たり、レフトの前に落ちた。ワンバウンドヒット、ヒットになります。得点圏での気持ちの入り方は全然違いますよね。そこはやはり打者としての責任ですよね。まあ野球は点取りゲームですからね。最初のボールを決めました。ワンナッシングです。先頭バッターにツーベース、その後ヒットを許しています。さあこれは痛烈だ、抑えた。二塁フォースアウト、そして一塁転送。セカンドゴロはゲッツーに終わりました。2対1。打順が変わります。甘井、この試合の行方を任されました。ツーアウトになっています。さあ完投勝利はどうか。あと1人、最初はボール、ここは1球外します。奪った三振の数が5となっています。これは縦のスライダー、ノーツー。ここまで許したのは1点だけ。さあ次の3球目、これはストレート、ワンエンドツーになっています。吉見、今日は9回途中までを投げて打たれたヒットが6本、今回2本打たれています。今度もストレートできました。いいところへ決めてきます。
さあ勝利は目前。ちょっとボールが沈みましたが、ブルワピッチャーの前、バンジキュース1点差で敗れました。さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。中日対広島、ご覧いただいてまいりました。今日のゲームの解説は田尾康史さん、黒木智弘さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。